はい、皆さんこんにちは。宇宙チャンネルの宇宙人でーす。皆さんお元気にしてらっしゃいましたでしょうか。宇宙チューバーの宇宙人です。長いこと動画更新がなくてごめんなさい。これは地球の YouTube でも配信されています。地球の皆さんもお久しぶり。そして今日はなぜ地球の YouTube にも配信しているかというとこちらね、とっても地球で流行っているというフォートナイトというゲームをやってみたいと思う。ちょっと、端末やらアカウントやらは地球人の親のアカウントをそのまま使わせてもらう。まあいいだろう。我々の科学力は地球人のゲームとかをはるかに凌駕しているということで、早速このゲームやっていきたいと思う。遅いなぁ、マッチングが遅い。イライラする。この間に地球を侵略することもできるんだぞ。いい加減に早くマッチングしろ。クリエイターサポートはマイチャンネルでよろしくね。一つだけ言わせてほしいことがある。いや、キーボードというこのカチカチしたやつがものすごく滑る。ものすごく滑る。あと、まあ正直言うと、見づらい。新しいシーズンでは、もうちょっと我々の科学力に追いつくような街は誕生するのか？ジャンピング！地球人の真似だ。そういえばいつもな、私が登場するときに私の乳首が気になる人が多いみたいだから、今回は対策をした。あ、というかそもそも見えないか。微妙だな。奥の建物に行きたかったんだが、ちょっと届かない。まあいいだろう。ちょっとこの辺が、どうだ。ボタちゃん、ちょっとあんまり見えないな。ボタちゃん、さてはナンキンタマスダレ。ショットガンがないぞ。ショットガンが欲しい。ショットガンがない。ショットガンはないのか。このゲームにショットガンないの。おかしくないか。ショットガンあるだろ。あったな。しょぼいショットガンだな、これは。まともなショットガンがないようだから、私はもう行くぞ。ジョジョイ！どういう状態で私がゲームをプレイしているかっていうと、地球人的に言うと、ちょっと目を細めながらプレイしているような状態だ。非常に見にくいというか、うざったいところがある。その点、了承してください。了承？これ、ダーンとパーだく。まだ時間的に余裕はあると見た。ちょっとだけ上をチラ見してこよう。なかなかいいショットガンが出ないな。どうしちゃったんだ？時間的に危ないが、点が近いから大丈夫だ、きっと。あらららら、あんま出てこないもんだね。スイッチサンズというところに行こうか。行くぞー、フライー。
なんてことだ。切れちまった弾が。びっくりした。いきなり来るからびっくりした。滑るんだよこっちは。さっきのボットはわざわざ来たのか。ここまでご苦労なことだな本当に。いろいろびっくりするからマジでやめろ本当に。うわ遠いじゃないか。マジかよこれ。ありがとうありがとう。こんなところに壁立てて意味があるのかな今のボットはな。いやでもありがとうありがとう。おかげで資材が集まったからちょっとアップグレードだけしてちょっと行こうかな。素晴らしい贈り物だったぞ。では行くとしよう。ちょっと集めきれてない感が否めないが、まあ仕方ないだろう。ボットの方だな。おお、ちょっとそこのボットの方。いやー悪いね。ありがとうありがとう。大変ありがとう。資材集め大変ご苦労様でした。これを頂戴しておこう。ギャー、何やらバリアに飲まれたぞ。ありがたく頂戴しておく。当たったぞ。はい、頂戴しまーす。あいた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 、おいたー。ポン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 音鳴っとったな今な。後ろで危ない音が鳴っていたぞ。これは危ない音だったな。ちょっと回復を入れておきたいところだが、正直釣りをしたいところだが、まあまあいたしよ。フレンジーファームの方か。こちらの方に敵の方はいらっしゃるのか。いないんだったらアップグレードさ。おっとさっきも言ったとおりちょっと見えないんだな。これがちょっとあんまり敵が見えなくてコマッチング策敵しにくいったな。あれしなくて、しかも夜だと全然見えない。どうやら効かなかったようだな。ちょっと、このソルティスプリングスを最後の効果地点としたいと思う。フライング。ああ、こっちはシールドがないんだよな。そんなわけで今回は宇宙チューブで活躍するこの宇宙チューバーの宇宙人が、地球で流行っているフォートナイトというゲームをやってみたが、正直な感想を言うぞ。もう負けまくってなんだが正直の感想を言うぞ。めっちゃ面白いなこれ。
めっちゃ面白いな。また地球に来てやりたいなと思った。また見たかったらぜひ高評価をよろしくお願いします。ということで、今日のこの動画がもしよかったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。宇宙人はたまに出てるからな。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。宇宙チャンネルでした。バイバーイ。